今日は開幕直前情報です。オープン戦で完全試合を達成した徳地東亜選手にインタビューしたいと思います。徳地選手、練習は？徳地だ。あの野郎、全然練習に顔出さないと思ったら。徳地選手はなぜリカオンズがここ数年 B クラスに低迷していると思われますか？危機感がないからさ。あいつら一生懸命練習してプレーすれば試合で負けても許されると思ってる。くそー、偉そうに。ほんとムカつくぜ。野球のプロは野球するのが仕事じゃない、勝つのが仕事だ。そしてペナントレースは始まった。だがリカオンズは開幕11連敗。オーナー才川は徳地東亜を一度も登板させなかった。おい、開幕10試合の入場者数はどうなっている？はい、前年比の 11% 増です。おお、上がってんのか。負けて儲かるんだったら負け続けるのも悪くはないな。で、小島の復帰に合わせて勝ち始める。理想的なシナリオですね。チームが最悪の状況なのに、この人は商売のことしか頭にないのか。なんだ？なぜ特徴を出さないんですか？オープン戦であれだけの結果を出したのに。時間を稼いでいるんですよ。他球団が特徴を徹底的に解剖するまでね。え？しかし開幕から2週間、各球団の特徴対策も出来上がったのではないでしょうか？そうだな、そろそろ奴を出してもいい頃だろう。監督を呼べ。はい。狂っている。オーナーがチームを負けさせる方向に動くなんて狂っている。リカオンズは才川のワンマンチームである。そして彼を取り巻く者は全て才川の犬である。秘書はもちろん、フロント、スカウト、スコアラー、現場の指揮官、監督までもが。さらに。失礼します。彼の犬はチーム内の選手にもいたのだ。分かってるな。そして翌日のイーグルス戦、初回だけでなんと11点のビハインドを背負うと。リカオンズ、ピッチャーの交代をお知らせします。ピッチャー水口に代わって徳地、背番号77。徳地です。徳地東亜の登場です。やっと出てきました。今年テスト入団した全く無名の徳地東亜。オープン戦とはいえ、あのフィンガーズ相手に完全試合を達成し、一躍脚光を浴びました。その完全試合を含め、オープン戦3試合に登板。18イニングを投げて、まだ一人の走者も出していません。これが公式戦初登板です、徳地選手。さあ、どんなピッチングを見せてくれるのでしょうか。この回のイーグルスの先頭打者は俊足の岡部。おっと、徳地がバッターボックスに入るよう指で指示しています。例によって投球練習を行いません。ふざけやがって。いいか、徳地は初球は必ずと言っていいほど甘いコースの直球でストライクを取りに来る。そこを狙うんだ。嘘、低めのボール球、話がちゃうやん。ボテボテのショートゴロ。いや、抜けた。嘘、飛んだコースが良かったか。ヒット、ヒットです。ついに打たれました。よし。どんまいどんまい、気にすんな徳地。なんだ吉田のあの動き、あんな頃いつもなら楽勝だろうが。さあ徳地、初めてのランナーを背負いました。なんやこいつ、俺のこと全く無警戒やないか。ランナー走った、かかった、外した。これはバッテリー読んでいた。やられた。
おっと、ショート吉田ボールをこいつ、うっそ。その間にランナーは三塁へ。ワンアウト三塁、パーフェクト男徳地とはいきなりの大ピンチです。いいぞ吉田、ナイスエラーだ。悪い悪い徳地。さあどうする。徳地、外野フライでも行ってんだ。あっと徳地もマウンドを降りてショート吉田のところへ行きます。出ろ。え、お前に守備をする資格はない。なんと、なんと徳地、ショート吉田にフェアグラウンドから出るように命じました。あっと吉田、三塁方向へ歩き出した。一体これは。おっと吉田、ファールグラウンドに仁王立ち。これは前代未聞。リカオンズ、このまま8人で守るつもりなんでしょうか。場内は大ブーイングです。墓穴を掘ったな徳地、火だるまになってしまえ。このまま行けば徳地の年俸の2億7000万は今日でマイナスになるでしょう。しかしこんな状態監督が放っておかないでしょう。徳地は降ろされます。いや、徳地は降りないね。というより監督は徳地を降ろせないよ。依然吉田はファールグラウンドで仁王立ち。さあどうするのでしょうか、リカオンズベンチ。おっと、どういうことだ、三原監督動きません。いいんですか監督。仕方ないだろう、吉田は何も悪くないんだから。じゃあ特徴、ダメだ、特徴は絶対変えちゃう今。分かってますよ。だから特徴を説得するとか。だってもう今情報が入りました。リカオンズの中継ぎ投手の菅原はブルペンで詰め終わって今日は投げられない。ということは、あ、初回すでに6人の投手を投入してますから、もう特地以外のピッチャーはいないということになりますね。なんとリカオンズのピッチャーはこの特地しかいません。どうせ特地は最後まで投げることになってるんだ、何点取られようがな。おい、頭冷やせ徳地。そうだよ、お前が悪いよ。吉田さんに謝れって。11対0なんて無様な試合しかできない連中にとやかく言われたくねえな。もっとも実力といえばそれまでだがな。なに、おや、違うのか。取り柄だろうが。はあ、このスコアは実力なんかじゃない、つまり自分たちはイーグルスなんぞに劣ってねえよ、とでも。少なくとも俺はそう思ってる。お前は。お、俺もそうさ。そうだな、俺も同じ意見だ。あんなイーグルスのヘボ相手に9人は必要ねえ。だから吉田を外したのさ。ないんだと。おやおや、聞こえたのかい。今あんたらが聞いた通りだ。あんたら相手には8人で十分。悔しかったらここから1点でも取ってみろよ。なんと今度は徳地、イーグルスを挑発。8人で抑え切ると言い放ちました。8人守備で試合続行です。一塁手が1、2塁間、二塁手が二遊間を守る変則守備。果たして本当にこれで守りきれるのか。サードゴロ。三塁走者動けない。あ、ベースに戻るのに遅れた一塁手を見て送球をためらった。くそ、セーフ。間に合わない。やはり8人では無理があります。さらに次のバッターも、セーフ。満塁です。ノーアウト満塁。リカオンズ絶体絶命の大ピンチ。ゲーここでホームランが出ればその瞬間に特注の払いは2億だ。さあ火だるまになって死ねえ。なんだよその様は。言ってんどころか明日になっても終わらねえぞこの会。なんでフィニッシュだ。威勢がいいのは口だけだな。ほんと口ばっかなやつら。何くそ。
さ。守り手絶対一点もやりたくねえ。どうにかどうにかして抑えにゃ。三塁だけが定位置だ。だが三遊間はガラキだ。さあ徳地、もう後がない状態だ。甘い球抜けた。今井取った。嘘、ランナー一塁ランナー飛び出している。セカンドベースにタッチしてそのままランナーを追う。もうアウト。トリプルプレー。サード今井たった一人でスリーアウトを取ってしまいました。嘘だろ、あいつ定位置にいたじゃねえか。まさかあれをフェイントにして守備位置を。もういい、まだ先は長い、じきに打たれる。徳地は8人での守備に苦戦を強いられた。毎回のように打たれランナーを出し続けた。だが守備陣は必死に守り、なんと6回まで無失点に抑えた。俺たち結構やれるじゃねえか。しかしお前のトリプルプレーすごかったな。ああ、とっさに思いついたんだ。それがまんまとハマった。そりゃそうと、お前のダイビングキャッチもすごかったぜ。俺も自分なりに落下点を読んだのさ。なんか俺こんなピリピリした気持ちで守備したこと今までなかったぜ。俺もだ。トアがあんなこと言った手前、一点も許すわけいかねえもんな。それが勝負だ。危機意識のない勝負に勝利などない。こいつまさか守備を8人にしたのも、相手チームを挑発したのも、俺たちの危機意識を高めるために。あれだけのブーイングがいつの間にか拍手に変わっている。11点差か。ひっくり返そうぜ。7回表、リカオンズは反撃に出る。打った。二塁ランナー三塁も蹴ってホームへ。4点目、リカオンズその差7点と詰め寄りました。イーグルス、選手の交代をお知らせします。ピッチャー伊豆に代わりまして伊豆橋、背番号43。マジに伊豆橋かよ。まだ7回、それも7点差だぜ。いくらなんでもここで切り札を出すとは。この場面だから出るのさ。水橋は若いが責任感は人一倍強い。チームに悪い流れが来ることに敏感だ。去年もセーブがつかないのに何度もリリーフしている。おいおい、水橋って野郎が来るのがそんなにまずいことなのか。まずいも何も、去年の最優秀救援投手だぜ。6勝34セーブ防御率 1.02。 おしまいだよこいつが出てきたら。バッターアウト、バッターアウト。2者連続三振。水橋、この回のリカオンズの猛攻を止めました。流れは完全に断たれたな。水橋は去年49イニングに登板し失点はわずか5。その男から7点も取るのはどれほど可能性が低いかわかるだろう。その手の計算は苦手でね。だがな、可能性が低いってのはつまりゼロじゃない。リカオンズ7回裏も0点に抑え、そして8回表、バッターアウト。水橋に対してリカオンズ打線全く手が出ません。球種はほぼスライダーとストレート2種類だけか。
スライダー投げる時の癖とかないのか。そんなの分かってりゃ苦労しねえよ。スライダーかストレートが区別できれば打てるような言い方だな。おい、それが分かりゃ随分違うぜ。そうよ、外角に逃げるスライダーに手を出さずに済めば向こうもカウントを整えにくくなっからな。だがフォームの違いも癖もない。つけ込めるな。あ？え？癖のないことが奴の命取りになる。ストライク！タイム！うん、すいません、もういいです。タイム。え、どうしました？今特地の喋ってることが聞こえたんだ。え、スライダー投げるときグラブが開く癖があるらしい。そうですか、自覚なかったな。気をつけます。あと5人だ、閉めてこうぜ。よ、話が漏れちゃ何にもならないぜ。さあプレー再開です。センター前ヒット、水橋のスライダーを見事捉えました。どまいどまい、たまたまだよ今の。けどグラブだけは気をつけろよな。あ、ここからリカオンズの猛反撃が始まった。これで5連打。リカオンズの攻撃は止まらない。三塁ランナーホームイン、7点目、その差ついに4点。かつてここまで水橋が打ち込まれたことがあったでしょうか。やった、東亜の言う通りだぜ。水橋のスライダーは見破れる。しかしよく見つけたもんだよな、水橋がスライダー投げる時の癖。本当はないのさ、グラブの癖なんて。ああ、でも実際こうやって打ち込んでるじゃねえか。正確に言えば癖を作ってやったんだ。さっきのタイムの時わざとキャッチャーに聞こえるように話したんだ。水橋はスライダーを投げる時グラブが開くってね。でもすぐその後にお前スライダー投げる時はグラブが閉じるって言い直したよな。俺も聞いた。俺も確かにそう訂正した。今度はキャッチャーに聞こえないようにな。目論見通り向こうのキャッチャーがタイムを取った。そして水橋にこう言った。お前はスライダーを投げるときグラブが開くと。もともと水橋はストレートもスライダーもグラブを開いて投げていたんだ。ところがキャッチャーのこの一言でスライダーの時だけ意図的にグラブを閉じようとする。癖は今ここで作られたのさ。火のついたリカオンズ打線は止まらなかった。さらに2点を追加して水橋をマウンドから引きずり下ろし、この回6点を挙げ1点差に詰め寄った。くっそー。だがな、可能性が低いってのはつまりゼロじゃない。吉田、オーナーから電話だ。もしもし。はいはい。次のイニング、頃合いを見て守りに戻れ。特地に頭を下げてもだ。8人で安定している守備をお前が入って乱すんだ。いいな。はい。ワンアウト1、3塁。先ほどの回猛攻を見せたリカオンズ、今度は大ピンチを迎えています。特地。ああ、俺を守備につかせてくれ。頼む。吉田、ショートの位置に戻りました。特地、戻しましたね。1点差まで詰めましたから、ここは絶対点をやれないと考えたのでしょう。かかったな、特地。罠とも知らずに貴様の思い通りになると思うなよ。